歴将は、中国信から、祖漢戦争期の武将。陳流軍王宮喧嘩野教の人。節客として活躍した、歴一の弟、歴よりと、歴剣の父。陳将の挙兵の際に、若者数千名余りを集め、挙兵した。その後、劉邦に出会い、兄と共に、劉邦配下の武将として基準しの成なりに、風ぜられた。 祖関戦争の際には劉邦に従い、劉邦が全漢王朝を樹立した後で各地で起きた反乱にも討伐軍として参加し、関心と共謀して、謀反を起こした陳記を反戒と共に討伐した。劉邦が逝去して、猛を発しなかった呂行に対し猛を発するように告げ、呂行は猛を発した。呂行の時代では病気となり、政治には参加していない。呂行が死去すると、 陳平、終没の命により、歴書は、着死の歴よりを使って、歴よりと仲の良い旅行の老い、長王旅禄が平権を帝に返上するように仕向け、その結果、旅禄は平権を返上した。これにより旅氏一族が企てていた無本は失敗し、旅禄を含む旅氏一族は滅亡した。歴書は、旅氏一族が滅亡した、紀元前180年に没した。 傾向と送りなされた。息子の歴よりは後に起きた、クレスワエ七国の乱で、超流水の巨城を取り囲んだが十ヶ月経っても、陥落すことができなかった。やがて、西を平定した、河の乱ヌの率いる軍勢がやってきて、陥落させて、流水を自殺させ反乱を鎮圧した。紀元前148年に、歴よりは、 慶邸の側室の王子のおばの妻に目取りたいと望んだ。それを聞いた慶邸は激怒して、邸上に命じて、歴気よりを喫問させた。その結果、有罪となり歴気よりは借位を剥奪され、領地を召し上げられた。そこで、慶邸は、歴気よりの異母帝である、歴気剣を、牧公に封じた。彼は、安公と送りなされ、その子の歴気水星が継いだ。彼は、 高校と送りなされ、その子の歴清掃が継いだ。彼は懐孝と送りなされ、その子の歴を悪寝が継いだ。武帝の時代に歴を悪寝は進む和年間に退場に任命されたが、紀元前89年に大使竜四ころの不孤の乱に関わったために、爵位を没収され投獄されて、拷問を受けた挙句に、養山の刑に処されて、捨てる死された。 紀元前62年に先帝は、歴史上の六世の孫の歴ともを、牧校に福井させた。ありがとうございます。